確かに、食べるならもう少し大きい方が良いですね。ですが、助けた幼いアサリを前にして、義神とアンキは二人の姫に耳打ちをした。そんな…欲望を叶えてくれないと永遠に生じたりをさせますよ。ひどい、悲しいお話。かわいそうなのが好きなくせに。茨姫と人魚姫はため息をついて、幼いアサリに声をかけた。一緒にお母さんを探しましょう。命を救ってくれた二人の姫にすっかり懐いていた。お姉ちゃん、眠かったら言ってね。僕は素敵な寝床を探すから。ママ、疲れてない？大丈夫？僕、なんかお手伝いしようか？二人の周りを飛び跳ねるようについてくる無邪気なアサリに、茨姫と人魚姫は苦笑していた。弟がいたらこんな感じかな。母に姉に弟に、なんだか私たち家族みたい。家族でも、と茨姫は顔を曇らせる。彼女は人形たちの言葉を思い出していた。